本日はですね、皇室毛筆書写技能検定試験4級から2級の理論問題対策についてお話をしていこうかなというふうに思います。この動画を見ていただければ、理論問題、どういうふうに勉強していったらいいのかということで、なんとなくですね、勉強の方向性が、つかめるかなというふうに、思いますので、効率よくね、合格を、していきたいですっていう方は、この動画を見ていただければ、この動画1本だけで大丈夫かなというふうに思います。勉強の仕方に関してはね、ちょっとやっていきたいんですけれども、この皇室毛筆書写技能検定試験ではですね、実技問題と理論問題のこの2つに分かれていまして、その理論問題の方の対策についてのお話なんですけれども、で、級が6級から1級まであって、6級は理論問題がありませんと。で、5級から理論問題が、登場するんですけれども、5級の理論問題についてサクッとお話をしておくと、すごくね、簡単な、漢字とかひらがな、カタカナの筆順の、問題が、出るんですけれども、もう小学校3年生の2学期ぐらいのか、お子さんであれば、合格点は取れるかなっていうふうに思います。その筆順のね、その問題の解き方、どういうふうに解けばいいのかっていう、そのやり方さえ教えれば、問題なくいけるかなって、突破できるかなというふうに思いますと。それは皇室の毛筆の5級、両方そうですね、同じ問題が出ますと。理論問題は同じ問題っていうか、筆順という問題が出ますと。で今回の主題本題の、この4級からの理論問題の対策についてのお話なんですけれども、こんな感じで今画面にね、ずっと映っていたかと思うんですけれども、これなんかドリルっていうのがあるんですよ。で、これ何かっていうと、検定協会で、書写検定の検定協会の、教材販売、検定教材、なんか教材をが販売してるそのページみたいなのがあるんですけど、そこで購入することができるドリルになりますということですね。で、現在4級から、2級準2級のドリルですね、この3冊が、出版されているそうなん、いるようなんですけれども、2023年の10月の下旬になったらですね、5級の方のドリルも、販売されるみたいですね。結構なんか、いい感じに売れてるのかしらっていうふうに思っているんですけれども、で、1級、準1級のドリルは、存在しませんと、まだね、存在しないということですね。で、ちょっと4級からお話ししていくんですけれども、これちょっと邪魔なんで片付けますと。で、4級の方の理論問題の対策についてはですね、この4級のドリルの、これ中身あんま見せたらね、ちょっとまずいと思うんで、ちょろっとしかお見せできないんですけれども、このページ、ちょっと眩しいかしら、あ、いいだ。これ、何ページ、ページ数はちょっと書いてないんですけれども、理論問題対策ということで、こんな、なんかページがね、始まるんですけれども、ここにですね、筆順の問題がありますと。だからすごい眩しいですね。太陽が上にあるんじゃないかっていうぐらい、なんかすっごい眩しいですけれども。筆順の問題ですね。見えますかね？筆順。で、あとは、これ漢字の書き取りの問題ですね。漢字の書き取りの問題がありますと。で、筆順と漢字の書き取りの問題、これ皇室も毛筆も、同じ問題が出てきますと。で、これはね、皇室書写技能検定の4級のドリルになるんですよ。ごめんなさいね、それちょっと言ってなかったかもしれない。これ、全部、皇室書写技能検定の方の、ドリルになるんですけれども、毛筆の方もですね、同じ問題が出題、同じタイプの問題が出題されるので、毛筆受験される方、毛筆の4級受験される方は、理論問題なんか対策したいなっていう方は、これね、買っていただければ大丈夫です。しっかり対策ができますと。ただ、4級のその理論問題、筆順の問題と漢字の書き取りの問題は、すごくね、大人の方がやるんであれば、すごく簡単な、部類になりますと。すごく簡単です。小学校6年生までに習った漢字しか出題されないので、その筆順の問題とあと漢字の書き取りの問題ね。なので大人の方が受験するんだったらもう全然対策しなくて大丈夫です、理論の方はね。で、子供が4級を受験される場合は、
理論問題の方は小学校6年生の多分ね2学期くらい2学期か3学期くらいならないとちょっと理論問題厳しいかなって感じが、あります。で、まあそうですね、そんな感じの印象ですということですね。まあ4級はそんなもんにしておきます。はい、次3級ですね。でこれも公立書籍の検定の3級のドリルになるんですけれども、もう一つ3級を受験される方もこのねドリル1冊買っとけば、理論問題の方は、しっかりバッチリ対策ができますと。理論問題の方はね。で、まあ、この本ですね、こんな感じでこれも、理論試験問題対策っていうことであるんですけれども、まあ、どんな問題が出題されるか軽くね、これも大変ですねこれ。はい、漢字の部分の名称の問題、つまりなんか、まあ、武士の名前ってことですよね。あ、武士の名前って言ったらちょっと武士の意味ってすごくね、めんどくさいんですよ。武士の、ね、意味を説明するときって。だから漢字の部分の名称の問題が出題されるというのと、あとこれですね、これさっきの4級にも出てきました漢字の筆順の問題ですと。で、あとは、これ草書を読む問題、草書を読む問題、あと最後間違い探しの問題ですね。漢字の字体の問題になってるんですけれども、まあ、まあ、間違い探しです、要は。漢字がね、なんか微妙に形が変わっていたりしまして、なんか見せられる範囲に見せると、この改造の解とか、これなんかちょっと違いますよね、これ形、左側がね。これ、己なんですけれども、なんかこんな感じになって、で、これが間違ってるから、じゃあ、罰を書くということですね。罰を書くというかマークシートなんで、まあ、縫い潰すっていう形ですね。でもちろん最後のページの方にこんな感じで、これは見せても大丈夫だと思うんですけども、こんな感じでね、回答が載ってるんで、まあ、自分で自己採点することができるというふうになってますってことですね。で、はい、次これ、2級の方ですね。こう2級の方は、準2級までは硬筆と毛筆で、出題される理論問題で出題される、分野、これ同じなんですよ。どんな問題か、なんか筆順の問題が同じだったりとか、なんだっけ、草書を読む問題が同じだったり、まあ、草書を読む、具体的 な, そのなんか問題自体が完全に同じってわけではなくて、その出るなんか出題されるそのなんか分野というか、それが同じということですね。で、2級の方がちょっと若干違ってきますと。なので、最初に準2級の方を説明しますと、若干、本当に若干違うんですよね。これが準2級の理論問題対策でございますと。硬筆と毛筆、準2級受験される方はこのドリル1冊あれば理論問題バッチリ対策できますと。準2級の方はね、硬筆と毛筆で、これもね、漢字の筆順の問題が出ますと。漢字の筆順の問題で、あとは、草書を読む問題、草書を読む問題、はい、これひらがなの次元の問題ですね。ひらがなの次元の問題、まあ、ひらがなっていうのはその、まあ、漢字が崩れて今のひらがなになったんですけれども、じゃあその元になった漢字は何ですかっていう、それを答える問題ですね。で、次第9問 B、 漢字の部分の名称、これさっきの3級にも出題されましたと。で、あとは最後に、漢字の、字体の問題ですということですね。漢字の字体、まあ、間違い探しの問題ですと。で、ここまでが、ね、だからね、まとめると、5級、硬筆と毛筆、両方、ね、5級、4級、3級、準2級までは、理論問題対策をしたい人は、この3冊あればね、バッチリでございます。3冊という、この、ね、ドリルがあれば、バッチリです。硬筆と毛筆の人もね、両方とも。
で2級からちょっとね、若干分野が変わってきます。出題される分野が。じゃ先に硬筆の2級の方を説明すると、これですね、この、理論試験リレー問題対策、2級の硬筆2級の、理論問題第7問漢字の筆順でございますと。で第8問 A と B 旧字体を読む、旧字体を読む書写体を読むという問題ですね。2級からちょっとね理論問題の、レベルがちょっと上がってきます。で次、草書を読むという問題ですと。でさっき準2級もありました、これひらがなの次元の問題ですね。であとは、これさっきもあった漢字の部分の名称の問題ですと。で最後に、漢字の字体、間違い探しの問題ですと。これが硬筆2級ので出題される、やつでございますと。で毛筆2級の人、毛筆2級の理論問題対策、理論問題は、今からお話しするのは毛筆2級の理論問題の話ね。毛筆2級の理論問題の人は、どれだっけ？あ、どうぞ、これ。毛筆2級の人は、この漢字の部分の名称、これを、この問題がないんですよ、毛筆2級は。これがなくて、じゃ代わりに何かあるんですよ、この問題の代わりになる。で、それが、人名、作品名を答えるっていう問題で、まあ、書道の作品の、古典の作品のことですね。で、それの対策が、これちょっとこれ、硬筆毛筆。毛筆書写技能検定公式テキストの165ページからちょっと抜粋させていただきますと、こんな感じで古典作品っていうのがありまして、書道にはね、孔子廟堂碑とか九世紀霊仙名とかいろいろと、過去に、ね、書かれた、作品があるんですけれども、 あとね誰が書いたかって載ってるんですけれども、なんか これを答えろっていう問題ですね。つまりその、どう具体的にどういう問題が出るかっていう、例えば、この孔子廟堂碑ってこれ書いてあるじゃないですか。孔子廟堂碑、これ孔子廟堂碑ね。でこれ振り仮名ってあるから、孔子廟堂碑って我々呼びますけれども、実際の問題は、じゃあ漢字が、孔子廟堂碑のこの漢字が出てきましたと。じゃあこれをどういうふうに読みますかっていうふうな問題なんですね。読みの問題、どういうふうに読む。で作品名もそうだし、あとこのこれ誰が書い、誰が書いたかは聞かれない、この作者名、孔子廟堂碑、書いた人って愚勢なんていう人なんですけれども、これ振り仮名振ってあるから、この愚勢なんていうふうに読めますよね。これ振り仮名振ってないんですよ、実際に出題される問題は。じゃあこの愚勢なんは何て読みますかみたいな、いうふうに出ると。だからなんかここに載っている165ページに載っている作品名と、あとこの名前ね、作者、これはね覚えておけば大丈夫です。で出題されないのは、例えば孔子廟堂碑っていう作品は誰が書きましたかみたいな問題は、出題されないので、それで準1級以上で出題されるので、そこまでは覚えなくて大丈夫です。孔子廟堂碑、これ何て読みますか、これは孔子廟堂碑ですと。じゃこの愚勢なん、これは何て読みますか、これ愚勢なんですっていうふうに答えるだけで OK なんで、ですと。でこれ今165ページこれお見せしてるんですけれども、本当はねもっと広いんですよ、作品って もっとたくさんあるんですけれども、たくさん覚えたところで理論問題100点目指したいんだったらもっとたくさん覚えた方がいいんですけれども、合格だけを目指すんだったら、こことあと次のページ166ページ、こっちもあるんですけれども、これ日本の古典ですね、あるんですけれども、ここにねあるものだけを覚えれば OK です。
OK 全然 OK です。これでもうまあもう4問3問か4問は絶対に解けるはずなんで、3問4問絶対に解けるで、3問4問あってやっぱ全然十分ですと。あとはマークシート形式なんで、なんだっけ、消去法とかで、いけると思いますん で、これ元々じゃこれ何の評価っていうと、まあ、毛筆準2級から1級で、古典臨床問題、古筆臨床問題っていう問題があるんですよ、実技問題の方で。それの臨床の対象となる古典作品がこれなんですね。だからまあ本来の使い方ではないんですけれども、理論問題対策する上ではね、これ全然これだけで全然十分なんで、これを覚えてくださいということですね。毛筆2級の人は。今お話したら毛筆2級の理論問題の対策の方ですよ。硬筆の人はこの問題出てきませんので、ご安心くださいということですね。だから毛筆2級の方が、若干理論問題難易度、ちょっと高いかなっていう印象は、ありますかね。書道興味ない人って本当九星球霊泉銘っていう、それを覚えるだけでもかなり時間かかるはずなんですよ。私も最初ね、九星球霊泉銘っていう言葉を覚えるのね、どれぐらいかかったかな、なんか1ヶ月ぐらいかかったような気がします。もう本当に初期の頃、覚えては忘れて覚えては忘れてみたいな感じなんですよね、まあ、っていう感じで。じゃあ最後にまあ おまけじゃないんですけれども、じゃあどれくらいその対策すればいいのか、どれくらいその覚えようとすればいいのかっていうところなんですけれども、まあ、もちろんね、このここに載ってる分量、まあ、できれば全部覚えたいですよね。できれば全部覚えたい。そんなになんか時間かかんないと思うんですよね。まあ、なんか例えばその英検2級とか漢検2級とかで覚える分量と比べれば、もう本当へみたいなもんなんで、へみたいなもんなんで、ぜひですね、ここに載ってるものだけはなんかしっかりとこう覚えられるようになると、いいかなっていうふうに思います。まあそれ、まあでもまあどれぐらいが8割ぐらいかな、8割ぐらい覚えられれば、あとはなんか分かんないやつが出てきても、これマークシートの問題なんで、マークシート形式で答える問題なんで、3級から2級はね、3級2級準2級はマークシート理論問題、マークシート形式で答える問題なんですけれども、消去法でいけるんで、できれば、全部100% 合ってるようにそこまでやり込みたい、まあ、最低8割かな、最低8割やっていただければ大丈夫かなというふうに思います。概要欄にですね、まあ、この動画を見てる方だったらもうご存知かと思うんですけれども、検定協会でこれ購入できるんですよ。でその検定協会の、概要欄に検定協会のホームページの URL 載せておきますので、興味ある方はそちらご参照いただければと思います。はい、以上になります。